まして、佐合ニューマテリアギターズのくぼっちです。今日は佐合の新商品オリジナルユーズオールとポリッシュを使ってベースをきれいにしていきたいと思います。皆さんも自分の楽器を手にする時の参考にしてください。では始めます。はい、準備するものはまず指板用のオイル、今回は佐合のオリジナルユーズオールとボディークリーニング用のポリッシュを使っていきます。と、ポリッシュをする際の布とクロス、あとティッシュを用意してください。まず、ボディをきれいにするときに弦とかが多分邪魔になると思うんで、最初にあらかじめ弦を外しておいてもらって、よく振ってください。布にポリッシュを適量入れて、直接ボディを入れていきます。次は指板のクリーニングに行きます。使い方は市販のレモンオイルとかと一緒なんですけど、今回はちょっと柚子の香りのする新しい指板オイルを作ってみたので、ぜひ使ってみてください。これをティッシュにちょっと適量取ります。指板にちょっとずつつけてもらって、塗り込む感じで伸ばしていきます。この時に指板の木目は縦にこう入ってるので、その目に沿ってちょっと染み込むように。で、全部練り終わったら、またこれもついてない新しいティッシュを取って、つけすぎた余分なオイルを拭っていきます。これで完成です。くぼちです。メンテナンス動画参考になりましたでしょうか。これからいろんな動画をアップしていくので、リクエストあればぜひコメント欄の方にお願いします。今回使ったユーズオイルポリッシュは概要欄のショップリンクからご購入いただけますので、気になった方は概要欄をチェック。この動画がいいと思った方、参考になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画です。